改めまして神谷博史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いた普通のストーリー、略して普通層を紹介していきましょう。早速ですが行ってみます。ディアネームかなごさんです。宮城県の方です。ありがとうございます。小野 D 博史こんばんは。こんばんは。 DGS 今日読みました。うん、響きだ。ああ、ディアワールストーリーズ響き読みました。面白かったです。おぜひ本人出演で実写化してほしいです。特にヘリコプターのシーン、あのシーンの再現だけでも OK です。期待してます。ちょっと待って、手元にあるから読んでみようかなって。ヘリコプターのシーンって俺がバンジーしてる。ねえ、まあ小野くんは高いところが大好きっていうことでね、まあこれも実際やってみたいと思います。でもね、バンジーはねしたことある。あんの？あるあるある。あんだ。戻る時が怖い。全然戻る時が怖いんだ。落ちる時よりも。初めて聞いたそんなの。これはでもダメでしょ。何が？すげえ顔してるもん。してるね。それを完全再現ですよ。わかりました。分かっちゃったの？本当にやんの？いいですよ。やるって。ヘリ飛ばせんの？この番組。飛ばせんのか？いや今偉い人がにやりとしたよ。決定。決定で。決定で。顔を作っていた。できないものだったら顔を作っていた。意外とこの番組予算がある？もしかして。やるかもしれないよ、もしかしたら。本当ですか？うかつにそんなこと言っちゃうとね。まあいい。え？やろうよ。本当に？やろうよ。番組普通だから。何でもやるよ、俺。シャリープロジェクトだからね。ねはい。こちら DGS ネーム、失業先生からいただいております。はい。ヒロジーさん、オノディさん、そしてテライケメン構成作家の諏訪さん、こんばんは。わモス。ディアガールストーリーズ響きの掲載されたコミックシルフボリューム6がついに発売ですね。酔っ払ったオノさんのザレ言から始まった企画がこうして形となり、改めてお二人のラジオの持つパワーを実感しました。ところで次の段階として響きの CD 化に夢が広がるのですが、そうなった場合テライケメン司令官の諏訪さん役はやっぱり諏訪さんご本人が声を当てるのでしょうか。おお、そうですね。まあちょっとドラマ CD ってかなり一足飛びな気がしますが、うん、早いね。まあ、もしやるんだったら誰がいいの？自分でやるの？それとも誰か頼みたいの？頼む。誰頼むの？遊佐浩二さん。遊佐さんに共通点あるね。見えたね、今ね。そうだね。ユチ、いいですね。それ面白いね。しかもまた人気どころを持ってきたね。それ実現しそうだね。ね、リアルリアル。それリアルだね。でも一回ぐらいやってみたらいいじゃん。一回やってみたらいい。いや、無理そうだったら。電音日記。電音日記。やっぱシャリプロだ。シャリプロだ。そうか。プラス遊佐浩二の。諏訪勝改め小銭のありかさんですよ。そうだ。彼に釣ってもらおう。ね、ちょっとね、工事にちょっとひょひょいっとね、ひょひょいっと釣ってもらおう。それいいね。あやかるんだ。もしじゃあなったら遊佐さんでよろしくお願いします。遊佐さん聞いてたらよろしくお願いしますね、本当に。あとでメールしようかね。はい。続きましてディアネームまどかさんです。はい。呼び捨て希望まどかです。まどか、はい、ありがとう。ヒロシオノディこんばんは。コミックシルフボリューム6ついに発売しましたね。うん。私は発売日の次の日に本屋に行ったのですが、うん、なんとすでに売り切れ。そしてびっくりなことに地元の本屋や学校近くの本屋も売り切れ、うん、諦めてネットで買おうとしたらアニメマルトさんもアママルンさんも完売しましたの文字が、うん、4軒目に行った本屋でやっと買うことができました。しかもラストの一冊、本当買えてよかったです。こんなにも売れているのは今回は DGS 響きが始まったからなのかなと思いました。響きは買ってすぐに読みました。漫画でも2人の仲良しな様子がよく伝わってきました。やっぱり漫画になってもヒロシはド S だし、うん、オノディは気持ち悪いですね。すごく楽しかったです。おー、ちょっと待って。謝れ。サヤ先生に謝れ。漫画は気持ち悪くない。そうね、うん、コミックは気持ち悪くない。はい、本当にですね、コミックシルフが非常に今回ボリューム6ものすごい売り切れていてですね、ねえ、らしいですね。全然買えないんですけどっていうメールが大量に届きまして、またです。コミックシルフ超えです。あ分厚さ的にメールの量だけで ね。ああそのメールだけで、はい、再びコミックシルフの厚さを超える量のメールをいただきまして、買えねえんだけどどうすんだよ、どうしてくれんですか、重版しないのっていう話なんですけど、考察はそうなんかちょっとさっき聞いたんですけれども、うん、コミックシルフ新編集長がいらしてですね、今直々に来てるんですが、はい、今土下座をしています。
ごめんなさい、無理らしいです。そうなんですよ、諸種の事情により、ね、そうなんです。で雑誌だからやっぱりできないんだって、造反が。でね、お手元にある方はお分かりだと思うんですけれども、このファンブック本当非常によくできております。だからまた何らかの形でね、はい、皆さんのお手元に届くようにそうです、ね、できたらいいなと思ってるんですけれども、やっぱり単行本かな。どうですか、単行本やりませんかね。あ、来た、サムズアップ。おやる気満々だ。来た、来たね、やったー、チャリン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 チャリプロジェクト指導みたいなね。まあでもね、非常に申し訳ないっていうことで買えなかった方のために。そうですね、小野くん、なんですか、ここはですね、ごめんねの意味も込めて、コミックシルフボリューム6売り切れの歌お願いします。無理だって、本当にどんだけの。1,2,3,4 売り切らす売り切らす、コミックシルフ売り切らす、増刷するのかい、できないのかい、なんでなんだい、それは編集長が変わったことに関係してるのかい。 GOMEN ごめんね、 GOMEN ごめんね、はい、みんなで GOMEN 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 GOMEN。 キュンもいっぱい乙女マガジンコミックシルフだぜ。ほらこんななっちゃったでしょ。未知の拍手。小野くんが下向いている。ね、まあでも改めて本当にね、申し訳ありませんでした。本当にね、はい、また皆さんのお手元にですね、ファンブックが届くように一生懸命編集長もですね含め、みんな頑張りますんで、一つこれからもよろしくお願いいたします。はい、で引き続きラジオの前のあなたから普通のストーリー、略してふつストをお待ちしております。続いてはこの番組のタイトルにもなっているアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のための携帯サイト、ディアガル情報。まずはネオアンジェリーク情報。僕もヒューガ役で出演中の4月から放送がスタートしたテレビアニメ、ネオアンジェリークアビスのコーナーがアニメロミックス、アニメロ歌にオープンしました。おめでとうございます。はい、ネオロマンスですね。はい、はい、どんな作品ですか。キラキラしてます。おお、はい、タイテンさんも出てます。おお、オーブハンター4が歌うオープニングテーマ Joy to the World の着歌を先行配信中です。 CD 発売前にぜひ携帯で聴いてみてください。ネオアンジェリークアビスコーナーでは、待ち受け画像や着メロなど様々なアイテムを配信予定です。はい、皆さんぜひアクセスしてください。そして続いては、あの真夏のスワちゃん、アニメロサマーライブが今年も開催。アニメロサマーライブ2008チャレンジ情報。会場は埼玉スーパーアリーナ。期間も8月30日31日の2 days の拡大開催。豪華出演アーティストは8月30日土曜日がアリプロジェクト、グランロデオ、栗林みなみ、千原みのり、水木奈々、アニモア。8月31日日曜日が石川千秋、ジャムプロジェクト、ドメスティックラブバンド、平野綾、桃井春子、アンモン。一人だけ思い入れが違う。この超プレミアライブチケット、アニメロ会員限定でどこよりも早く4月14日月曜日昼12時より先行予約受付開始。詳しくは携帯サイトアニメロミックス、アニメロ歌、超アニメロをチェック。本当すみません、はい、僕らが気持ちいいだけで何も伝わらなかったと思います。そうですね、平野綾ちゃんが出ます、よろしくお願いします。そこだけ。そしてこの番組の携帯サイトディアガールストーリーズのコーナーでは、はい、シルフ談話室の作品紹介を毎週無料ストリーミング配信中です。